はい、どうも、はじめにあのです。というわけで今緊急で動画撮ってるんですけれども、今ね、あのヒカルさん家に向かってるんですけど、今回やりたい企画はですね、なんとこれ、ヒカルさんに緊急で動画撮らせればで帰ればてーん。むちゃくちゃ無表情。説明しよう。はい、ちょっと今あの緊急で動画撮ってるんですけど、とは天下のカリスマ YouTuber ヒカルが、はい、動画ネタに困った時に発動する究極奥義である。ここ最近では多様しすぎるがあまり、きっと毎日が緊急日みたいな感じになっちゃったる。そんな日常が非日常、非日常が日常みたいな感じの彼なら、きっと何が起こっても緊急で動画撮ってくれるはず。そんな期待に胸を膨らませ、我々は緊急の奥地へと向かった。よーっぽん。質問一つ目は、さあまずは偽客の時間です。いきなりね、いろいろ起こしちゃうと怪しまれてしまうので、まずはこの偽客でヒカルさんの警戒心を解いていく。無人島におにぎりの具を一個持っていくとしたら何を持ってきますか？おにぎりの具、うん、携帯電話。君は一体何を聞いていたんだ。マジで謎。じゃあ次の質問いきます。もしも黒と金髪どちらかしか選べないとなったら、どちらを選びますか？まあでもそんな状況はやってこへんよな。で、出たー。ああ言えばこういう、これがこの男の真骨頂。この男とまともに戦おうとしてはいけません。これはもうこういうものなんです。一種の災害なんです。じゃあ次いきます。女性の体のパーツで4番目ぐらいに好きなやつ。まあこれ相手がウエットアイアンなのか、そう、家庭によるやんか。なるほど。ほら来ました、条件付き質問返し。ヒカルの常套手段です。じゃあエメリンでいきましょう。エメリンが4番目好きなところ。はい、まあ、何やろな、4個もないかも。やめたれ。笑うなマエス。はい、というわけでこの後もね、30分ぐらい永遠とヒカルさんには語り続けていただきました。ちなみにこちらの素材一切今後使われることはございません。ヒカルさんごめんなさい。このパーカー一生着てますよ。さあ撮影も終わって雑談タイム。ここから花尾選手の真の企画が始まります。さあ花尾、ヒカルの緊急を誘い出すために向かった場所は、まずは台所です。台所の方に行きました。さあ一体何をしようというのか。うわ、ゴキブリいる。まさかのゴキブリ作戦。超初歩的、古典的。やばい、ゴキブリ出ました。絶対失礼。しかしこれは案外有効な手かもしれません。何を隠そう、ヒカルは大のゴキブリ嫌い。過去にゴキブリが出没したことを動画にしたことがあります。その再生数なんと300万と500万。圧倒的大バズり。ゴキブリいます。おっと、ここでヒカル立ち上がった。緊急の道は近いか。立ち上がった。今冷蔵庫の方に向かっていく。向かっていく。いや、マジで言いました今。嘘だが、しかし疑う、ヒカル疑う。なかなかそのゴキブリの存在を認めない。ガチ、今ちっちゃめのやつでしたけど。え、マジだ。それおったらちょっとやばい。侵入経路、侵入経路は草。避難経路図でも書くつもりでしょうか、ヒカル選手。どのレベル、どのサイズ。さあ、ヒカル選手のゴキブリに対する職務質問が止まりません。だが、しかし、動画を撮る気配はまだ見られません。一回、正座したら、一回、呼んでほしいな。その風呂場もそうやけどさ。そう、清掃呼んでほしい。たかだかゴキブリ一匹で清掃業者を呼ぼうという、これはまさに、ワンピースでいうところの、小原のバスターコール事件と同じ。さすがは、富、名声、力、この世の全てを手に入れた男のなせる技です。呼吸ロールにだるすぎるな。一回、それほんまにガチで。ゴキブリの業者とか全部呼んだ方がいい。まあしかし残念ながらヒカル選手、緊急で動画を撮ることはありませんでした。ステップ2へ向かいたいと思います。さあ後半戦始まりました。花尾選手、何やらそそくさと廊下の方に向かっていきます。何をしてかそうというんでしょうか。おっと、どうやらパソコンを仕掛けるようですね。さあ今パソコンを仕掛けて戻ってきました。ここからどのようにヒカル選手を緊急の森へと誘い込むのか、見ものです。おっと、これはまさかのバーニングフレーム警報器が発動。さすがにこれは緊急事態だ。大丈夫、嘘やからな。おっと、しかしヒカル選手なかなか騙されない。そう、何を隠そう、このマンション実は過去に何回も誤報が流れているんです。マジで、めっちゃマジで。しかし今ヒカル選手から動画回して回してという発言が聞こえました。ここですがさず、マエスさん、動画回す、来るか緊急事態、来るか緊急事態再現。
マシ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 、ついに来ますよ皆さん、耳を澄ませてください。全員耳を澄ませばそこには緊急事態がやってきます。さあ、くくこれが結構カジでキングで回します。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 だがしかしこれなんと、これ花尾選手が気づいていません。あまりにさらっとナチュラルにかましてきたばかりに花尾選手これに気づいていない。つまりこれは無効試合、試合は続行です。確かに無駄だと思うけど。さあ光選手、小物貴金属宝物類を小物入れにかき集めていく。ありったけの財宝をかき集めていく。この世の全てをそこに置いていきはしない。全て持っていく。ちょっとあの俺トロフィー持っていきますが、この絵とかめっちゃ持っていきたいけど、そんな悠長なことを言ってる場合ではない。早く逃げなさい。持ってきた俺も。逃げよう、みんなで逃げよう。この男、圧倒的ピクニック気分。パソコン持ってくる。確かこれいるでしょ。僕大事ですよ。パソコン出てるから、ね、パソコンはいらないです。なんでやねん。はい、いるやろ。明らかに主犯格みたいな言動です。大丈夫、メイン何を。さあここで一個とある異変に気づく。遠足やん僕ら。おっと気づいた、新規到達。もちろんそうなんです。もちろん君たち以外このマンション住民一切避難などしておりません。誰の仕業やこれ。お前だ。さあ光選手、ここでフロントのレディに聞く。後ろでカジノな、カジノなってます。しかしここでとある矛盾が起こる。アナウンスだったって。アナウンス。それちゃう。今こちらでも全然やってない。それもそのはず。よかった。誰も悪くない。この僕以外は。じゃあいやいよ。ヒカルさんのとこだけ。俺の部屋だけかもしれない。狙われてる。ピンポイント。ピンポイント。やば。はい、というわけで一悶着落ち着いたわけなんですけれども、まあ惜しいところまで行ったんですけどね。まあ、ミッション失敗ということで、続いてのチャレンジに行きたいと思います。どうぞ。ちょっとウーバー頼んでいいですか。さあ続いてはウーバーイーツを用いたドッキリを仕掛けるようですね。お、来た来た来た。やばいっす。僕ポテト頼んだらポテチ大量に来ました。ポテチ爆撃作戦。大量のポテチで光選手の気を引こうという作戦ですね。なんかポテチが謎に大量に来ました。なんかなわけあるかい。誰これ、お前やろ。いや、しゃいますって。じゃあ、ミシェル、ウーバーイーツ。おっと、これは痛いところを疲れているロンより証拠。それはないですよ。なんなんだ、これが。おっと、ヒカル選手、ここでちょっとドッキリに気づきかけている。なんなんだ。まあバレてしまってはしょうがありません。こっからは一気に作戦の最終フェーズ。怖いわ。行け、トラップガード発動。マエスのささやき。あれ、その YouTube もうログインできんねんだよ。出ました、これぞ最終奥義、 YouTube ハッキング事件。これにはさすがの光も動揺せずろえないはず。俺も携帯ログインこの火事があったんだよ。うわ、俺も光チャンネル入れへん。お前も入れへん。つまらないボケをかますな。リザード来てるからそう思い込んでた。それ以上喋るな。パスワード変わってません。なんかまあでも終わりにしようか、この企画も。おっと、ここで光る確信に迫ってくる。もはやここまでお手上げです。よく分かってないけど、はい、この茶番終わりにしよう。いや、僕じゃなくて前さんやもん。だってあの大公約者雇っても一緒やぞ。前さん絶対ドッキリかけるとき最初の言葉あれから始まるやから。あれれそんなはずではなかった。そこでバレる予定はなかったのに。あれ言わせてあげてください。それぐらいあれぐらい言うでしょ。ヒカルさん、ちょっとこれは結構緊急性高いんじゃいます。これもう半ば無理やりですが、これはもう無理にでも言わせなければいけません。強引に行きましょう。強引に、これはもう強引にメリーゴーです。絶対誤作動起こったら謝りが来るわ。だからもうおかしいなって。私俺も長年 YouTube やっとって、この企画滑りに滑っとることが分かったわけ。もう俺はやめたれ。だからもう早くこの被害を食い止めてあげた俺は。ああ、それ食い止めるにはもうヒカルさんがもう僕らを解放するしかないです。いや、ヒカルさんのやっぱあの言葉を聞きたいんですよね僕らは。まあじゃあまあ動画撮る一旦。おっと、ここでついに重い腰を上げた前さん。動き始めたマイレボリューション。中は強引ではありましたが、
それはもう今の夏はもうどうでもいいことです。あとはただ耳を澄ませて光の声に酔いしれましょう。それでは聞いてください。光でエマジェシー、どうぞ。はい、ちょっと緊急動画回してるんですけどちょっと緊急動画回してるんです。なんか運の悪いことが最近続きすぎてて、今日これガチな話なんですけど、ゴキブリが出たりとか火災報知器になったりとか、ポテトチップスがなんか大量に届けられたとか、なんかほんと信じられないレベルで運の悪いことが起きてるんです。だから一番の自分の主戦場の YouTube で今自分に起こってること、自分の身に起こってるこの世にも奇妙な物語を伝えないとダメだなって思ったんで今動画撮ってるんです。てってれっていうふうに、その、まあ、今もやっぱ言わせてくれるのね。